こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それではアロマテラピー1000本ノック57回目を見ていきます。今日はクレイに関する説問になります。225本目、粘土である。これは丸ですね。226本目、炭化水素である。これはペケになります。227本目、パックに用いる。これは丸です。 228問目、吸着修練作用がある。これも丸になります。今日見たクレイですが、これは吸着修練作用がある粘土であると覚えてください。ですから、クレイを水に溶いて、それを顔などのね、パックに用いるということです。ただ私も昔、 クレイパックをしたことがありますけど、乾燥するとあとね、ボロボロになってもう部屋中汚してしまって、妻に散々叱られましたので、それ以降はクレイパックをしたことがありません。そういった、うん、まあね、失敗というか、経験も自分でやってみないとわかりませんからね、ぜひ皆さんもクレイパックなどご自分で試されると面白いと思います。 はい。では今日はこれで終了になります。この YouTube 動画へのチャンネル登録をしていただけますと、毎朝の動画の更新を見逃すことがありませんので、ぜひチャンネル登録。それから、その横のベルマークをポチッと押していただけますと、更新の通知があなたに届きますので、ぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。